私はシンデレラ。お母さんと二人のお姉ちゃんたちはいつも私に意地悪ばかりするの。武井さん、武井さん。え？それはおとぎ話のシンデレラでしょ。これから始まるのはまだ誰も知らない現代のシンデレラのお話ですよ。ああ。シンデレラ？シンデレラ？シンデレラ。何？私たち今夜パーティーナイトなのよ。ちゃんとお掃除しといてよね。武井絵美の DVD 借りといてね。え？じゃあ行きましょうか。行きましょう。行きましょう。行きましょう。わけわかんない。くさ、やめやめ。私もクラブ行っちゃおうっと。あ、かぼちゃタクシー1台お願いします。はい。うえー、いいね、楽しいね。楽しい。あ、そろそろ私充電だ。いいじゃん。この後西麻布とかどう？大丈夫大丈夫。わっちゃら、わっちゃらいわ。ちょっと家族うるさいし、またね。え、帰っちゃうの？この中にこのガラスっぽいヘッドホンの持ち主の方はいませんか？それはどこをどう見ても私のものでございますわ。いいえ、私のよ。バカおっしゃい、私よ。私違うでしょ。何を言ってんのさ。私でしょ。私でしょ、でしょ。私、それ私の。どうもどうも。ああ、あなたのでしたか。嘘おっしゃい、あなたみたいな小娘が出てくるところじゃないでしょ。そうよ、それがあなたのだっていう証拠でもあるの。証拠見せなさいよ、証拠。証拠はあります。ほら、映ってんじゃん。私のじゃん。ちょっと、何何あれ、何あれ。私にあんなのあったの？知らない、知らない。まあまあ、いいじゃん、そんなことは。何それ、キーボードも収納できるの？持ち運びできるし、家中どこでも使えるじゃん。超便利。結婚してください。さて、武井絵美の DVD でも見ようっと。それいいじゃん。どこで見る？部屋で見ちゃう？結婚しちゃう？あんたはいらないのよ。そうよ、家族団らんの邪魔しないでよね。てかこの人誰だっけ。そう、じゃあ家族みんなで一緒に見ましょう。見よう、見る。行こう行こう。こうしてシンデレラとその家族はフリスタのおかげですっかり仲良し、いつまでも幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。僕も家族にしてください。どんな家族でももっとつながる。ラビーハイブリッドフリスタ。